北海道大学の長谷川直弘です。皆さんは親ってご存知ですか？生まれも育ちも北海道の僕はよくスーパーの鮮魚コーナーで見かけています。こちらが珍味として有名なマボヤです。赤くてイボイボしていて不思議な形ですよね。そんなホヤの仲間はなんと3000種存在し、こんなのとかこんなのとかこんなのとか変わった見た目の仲間がたくさんいるんです。今回はその中でも群体性のホヤ類を研究します。群体とはクローンの集合体のことで、その一つ一つを個虫と呼びます。付着生物にとってくっつくためのスペースは非常に重要なのですが、個虫が小さくなるほど横に広がる速度が速くなると考えられるからです。この考えを数理モデルで表現し、仮説を検証しようというのが本プロジェクトの目的になります。この研究はもともと留学先の大学で行う予定でしたが、コロナウイルスの影響により断念せざるを得なくなってしまいました。日本で研究することになった今、研究費が不足しております。そこで研究費の一部を皆様にご支援していただけると大変嬉しく思います。今回さまざまなリターンをご用意いたしました。注目のリターンとして、現在研究中の新種のホヤの命名権を多額のご支援をしてくださった方1名様に差し上げます。一緒に新種のホヤの名前を考えてみませんか？ホヤ研究を推進させるためにも皆様のご協力をお待ちしております。ここまでご視聴いただきありがとうございました。